皆さんこんにちは。今回は、バージョン1の装備で螺旋12層はいけるのか?という検証です。一応条件ですが、上記の通りですね。飛行武器はバージョン1では精錬1までしかできないので、精錬1限定、まあ使いませんでしたが、あとは生物は、フリー枠は制限しません。セット効果が発動しなければどれでも一緒、という考えです。長く厳選している副産物にしか過ぎません。ってことで、前半は感電編成を使いました。行く秋を勝手に旧貴族にしてると思ってたんですが、なんか、貴族剣闘士になっていました。多分もっと楽に攻略できたかもしれません。あとは北斗は旧貴族4がそもそも自分につける場合は乗らないらしいので、未検証ですが、普通に貴族剣闘士。フィッシュルは雷剣闘士で懐かしいビルド。スクロースは定番の夕殺し風4ですね。そして、後半は岩制約の都合もあるのでジェネリックナビア編成です。岩共鳴は 1.0 では強化されていませんでしたが、それを言い出すと、固定値反応も 1.6 で変更があったため、この辺はある程度ご了承ください。それでは、実戦を見ていきましょう。ってことで、12.1からですね。画質がプレステ5の直接録画だったので、この枠組み使って相対的に画質を上げます。で、12.1のからくり陣形ですが、第1ウェーブは普通に殴るだけですね。特にそれ以上言うことはない気がします。理想的には、敵の予告攻撃は北斗カウンターを決めたい感じ。ただ、後半にベネシャンリンを採用しているだけで後半の時間は余裕ができるので、後半に蒸発組がいる場合は適当にやっててもそんなに変わりません。強いて言えば、単体なので竜殺しはフィッシュルに乗せるようにしました。敵が多ければ北斗に乗せるように切り替えていますが、ローテーション2周目からは厳密に管理していないのでわかりません。とはいえ、誰に乗っても美味しい編成なので、細かく突き詰めない限りはいいと思います。分裂後ですが、菱形の浮遊くん以外は、ボスの周りで待機してこっちに来るのを待つのが安牌。チンアナゴくんも、ボスの周りで待っててもいいんですが。今回は、ほぼ完全追従編成で、ベネットの爆発みたいに戦闘エリア縛りもほぼないので、自分から、会いに行けるアイドルですね。握手で金分取るぜとかいうネタ、懐かしいですね。一応、チンアナゴは確定ではないのですが、クラゲやカニはこっちにほぼ確定で飛んでくるので、分裂後ボスの周りで待機すると、ベネットみたいにエリア指定があるキャラの編成だと有利。で、後半戦ですね。後半は岩に炎になので、岩共鳴と炎共鳴です。岩にはシールドがあるときダメージバフと攻撃が命中したら岩耐性ダウンですね。ダメージバフは表のキャラだけ適用されるので、今回はあまり気にしなくていいのですが、チオリやアルベドは裏にいるときは共鳴のバフを受けられませんね。で、タルパ降臨後ですが、この2回目の攻撃で超範囲攻撃をしてきます。この後はアップするパターンがあるので、少し様子を見てみるのがいいかも。一応今回は3回目の攻撃が普通に飛んできたので再びフルパワーで殴ります。というか今回は普通にベネットの爆発の継続時間的にもワープされても問題はないでしょう。ほぼ継続時間満了しているので、ワープされても大きなロスにはなりません。タルパのペットは、吸収攻撃されると敵の耐性もその間上がるので、タルパがチビを吸収する前兆が見えたら敵にベネットで倒します。ちなみに敵のワープ後にチビタルパがいない場合は、吸収モーションをしません。という感じで、前半はシャンリンパワーがやばいので時間に余裕があります。できるだけ、爆発をチャージしてから倒します。続いて、12.2です。3ウェーブで、最初は重機が2体ですね。自分は開幕2体の同時攻撃を確認して誘導していますが、いきなり張り付いて倒しても今回みたいな範囲が多い編成だと問題はないかも。一応、敵がバラバラの方向に突進をしてしまうとやり直しがおすすめです。一応クリアできました、っていう結果論からの動画なので、細かい部分はある程度ご了承ください。倒すと狼が2体出てきます。ドロップ粒子数が少なく、耐性も高い。雷で攻撃すると雷耐性をダウンして、発狂状態で激しくなります。ダメージとしては、雷で上振れると攻略としてかなりいいのですが、発狂狼で攻撃が追いつかない編成とかだと雷は抜いた方が安定はするかもしれません。一応、時間で言えば3時の方向に狼が2体いるので、集敵でさっとまとめる場合は、2時くらいの位置で重機を2体倒せてるとロスが減ります。そして、次はクレーン2体ですね。
クレーンは最初の誘導をできればしたいところですが、めんどくさいといえばそうですね。ちょっとずれていますが、時計で言えば9時くらいの位置で2体の間で、ちょっと北側より。すると、2体を最初同時殴りしやすくなります。動画の場合だとちょっとだけずれていますが。まあ、2体に当たっているし問題はない範囲だと思います。快活買うなら凍結とか混ぜると安定して殴りやすいかな。ちなみにですが、殴る時間が長くなると結局敵は移動してしまうので。誘導状態で倒しきるには火力もある程度必要ですね。そして、問題時の機械ユニットです。この後のボスは完全に岩シールド対策がいるんですが、こちらは落下攻撃エリアが生成されるので対策例でも倒せます。また、岩シールドは結晶反応を混ぜた方が削り効率がいいので、最低限、タヌキだけでも召喚した状態でノエルで殴りたい感じかな。ノエルは火力出せるようにしていますが、ほとんどサブアタッカーって感じですね。岩シールド破壊と回復、清風体験で最低限の有志出す役割です。瞬間火力は行幸に任せる感じですね。今回の敵はどちらも岩シールドの敵になっているので、ノエル単独ならともかく、行幸入りでチンたら殴ってる時間がありません。そして、マシナリー君は岩シールド破壊後に白アルケイ、プネウマを当てると、ダウン時間を延長できるので、最低限推薦十字でもベネットにつけておくと安定感が上がるかもしれません。また、敵の岩シールド復活時間についてですが、敵のモーション中は復活をしません。ですので、一応それを狙う手法もあるんですが、個人的には特化キャラを連れてきてるならガンガン破壊した方が結果としては良さそう、って感想。カフカとかでもガンガン削れるので、最低限カフカを混ぜる編成がいいと思います。テンプレの薄すぎるとこういうギミックが来た時に偏見で積んだと勘違いしやすいです。ちょっと爆発チャージを意識したらギリギリになってしまいましたがクリア。そして、12-3 前半ですね。こちらは4ウェーブで、最初は武士が2体。下手に攻撃当てるまで時間かかるとスパーマ攻撃でどっか行くので、HP が多いわけでもないのでさっさと倒したいところですね。そして、マシナリートリオが出てきます。後ろにノックバックする敵なので、攻撃する向きを間違えると結構厳しい。オズとスクロースで挟んで殴ると奥には行きづらいかなって感じでした。オズによるノックバックが結構だるいので、この辺りは苦戦ゾーンな気がします。火力があれば解決はしやすいと思いますね。この後も似たようなトリオデが出てきます。大体同じ特徴なので、オズのノックバックだるい、って思いながら倒しましょう。一応敵を重ねていると、そこまで大きくはノックバックしないようなので、できるだけ敵は縦並びが理想な攻撃位置な気がします。あとは雲みたいなやつがストッパーになるので、端っこ2体が、雲のいる方向へノックバックするように攻撃すると散らばりやすかった印象です。最後にエルマイト2体ですね。こいつらは開幕女の方へ行くとまとめて殴りやすいです。蛇とは身が固まって出現してくれますね。あとはうまいこと範囲攻撃で削っていきたい所存です。うまくいけばまとめてダウン取れてそのまま殴れます。ワニについてはちょっと意識しないと動画みたいに倒すのが遅れるので、ワニの攻撃でノックバックされるとロスになるので、安定を取るならやはりワニの処理を確認して本体を殴りたいですね。そして、後半戦です。石像のボスですね。こちらは岩シールドを破壊する手段が必須なので、先ほども話した通り、各界は、両手剣、落下攻撃、などを連れてきましょう。また、結晶反応を挟む方が岩シールドは削れるので、リターンも考えて、シャンリンの爆発は溜まり次第使っています。というか、無反応ダメージではあるのでシールド破壊を優先していました。一応、破壊後に最低限爆発が間に合いますからね。瞬間火力は行幸さんに頑張ってもらうコンセプトになります。ノエルは便利キャラですね。ベネットはバフが強力だし、シャンリンは単純に高火力、行幸は瞬間火力がやばい。そして、ノエルは結晶作りがうまい。行幸さん久々に使うと火力高え、ってなりますね。まあ前世紀とも言えるバージョン1の時は引けてすらなかったので。なんなら中途半端な時期に無凸で持ってただけだったので。やっぱり初期の頃強いって言われている、特に星4とかは初期のうちに引けないと楽しみづらいですね。ちなみに、銅像くんの攻撃はため時間が長い攻撃ほどダメージがそのまま高いので、
できるだけかわさないと HP マックスでも戦闘不能があり得るのが怖いですね。ってことで、無事にクリアしました。ってことで、完走した感想ですが、初期星4ってやはり強いですね。本当はモナを採用したかったのですが、意外と爆発回しまで考えると入れる場所がなかった。というか、4.8 で岩製薬持ってこられると、バージョンの集大成螺旋で、え？ここで来る？って感じでしたね。ハードな岩シールドとかより、耐久3倍くらいの黄金王獣みたいな。岩はとりあえず入れるだけ、くらいのボスの方がまだマシだったかもしれません。あとはこのまま行くと、7の螺旋の難易度を高くする設定で行くんですかね。バージョン4では一応 4.7 か 4.6 が難しかった、という雰囲気ですが皆さんはどうでしょうか？ぜひコメントで教えてください。ということで、バージョン1螺旋動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。